吉田園発見動画チャンネル吉田園です。本日は大島に来ております。第57回の椿祭りにやってきております。地元のミス大島の方です。大島について大島の良さを一言お願いします。はい、大島の良さは何といっても自然がすごく多いところです。今年はちょっと椿が遅いんですが、これから本格的なシーズンになりますので、ぜひ皆さん大島にお越しください。はい、ありがとうございました。ぜひ、今年のシーズンはまだ50日間あるそうですので、来ていただきたいと思います。夏も多いそうです。はい、では